ちょうど狩りの真っ最中、カンタです。本日もよろしくお願いします。ちょっと食料を確保するために落っこちる。危ない。落ちちゃダメ、落ちちゃダメ。助けて、助けて、助けて。まずい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 。よし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 。あ、また降りちゃった、降りちゃった。違うんだ、降りたくない。あ、痛い。やばいやばい。乗せて乗せて。ああ、そうですか。まさかの死ぬっていうね。あのね、テラにね、食料を供給しようと思ってたんだよ。テラに食料を供給するためにちょっとね、あそこだ、あれいたいた、獲物を飼ってたんだけど、獲物が海に逃げちゃったので、追っかけていったところ、あの辺で死んでしまったというね。迎えに行こう。こういう時にね、こうイカダが役に立つんだよ。うん。分かってた。忘れてなかった。行くぞいやー、しかしやっちまったな。大変だったな、お互い。死ななくてよかったよ。よっと。おお、飛び立つな。私はここだ。戻っておいで、戻っておいで。よしよしよし、いい子だ、いい子だ、いい子だ。よかったよかった。到着。はい、そんなわけで、ちょっとね、もう一回準備を整えて、それから、プテラで冒険していきたいと思います。くそ、予想外だったら死ぬのはほんと。なんか、アイテム揃ってたっけ？揃ってないよな。剣しかないな。まあ、剣があればいいか。はい、というわけで、準備完了したので、冒険していきたいと思います。今回の冒険する場所はこちら。この大陸を西へ西へと行って、端まで行ったら戻ってくるみたいな感じで行こうかなと思っております。まあ途中でね、何かあったりしたら、止まっていって思うように進まなかったりもするかもしれませんが、まあひとまずやり方としてはそんな感じ。いずれはね、上の方にある暗黒大陸だったり、左側のドーナツアイランドだったり、右下ら辺の三日月島なんかもね、行ってみたいなと思っておりますので、まあちょっと楽しみですね、今からね。まず今回はこの真ん中の中央大陸ね。ここを行きたいと思います。さあ、行くぞテロ。あ、クリスタルある。すげえ、サソリもいるわ。サソリいるからちょっと逃げなきゃ。すげえ、こんなとこにクリスタルいっぱいあるんだね。へえ、また今度取りに来よう。ちょっとね、金属もあるじゃないか。うちのプテラね、ちょっと物を運ぶ能力が著しく低いためね、こういうのをお宝見つけてもね、持って帰れないんだよね。ちょっと残念だな。残念だけど、でもこういうのがここにあるよっていうのが分かったので、ちょっと大収穫だね。一応地図で見ておくか。この辺か。なるほどな。オッケー、分かった。お、何あれ、なんだあれ、みんな、何あれ、遺跡だ。遺跡あるぞ、あれ。いやね、話には聞いてたよ。遺跡あるっていう噂は聞いてたけど、ここにあったんだ。すげえ、遺跡だ。おお、マジか。じゃあ早速ですが、ちょっとプテラ君ここに置いといてね、冒険していきたいと思います。なんなんこれ。何これ、光る石が。違うな、あれ。よく見たらキノコだ、これ。なんだこれ。で、下なんかサメとかいないだろうな。メガロドンとか大丈夫だろうな。よいしょ、よいしょ。特に何もなかった。そっか、多分まだ見つけられてないだけっていうのも結構ありそうだけどね。まあとりあえず次のところに向かってみよう。こっち何もないな。あの階段を登っていく感じかな。テラで行くか。こっちの階段の先をとりあえず進んでみようか。何があるかな。ここから遺跡を出て、あ、こっち側になんかあるな。おー、遺跡だ。遺跡って感じ。これ何？これいけるの？なんかすごい尻尾が見える。おー、フロント。違う、これティラノだ。いや、ほー、痛い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 。危ねえ、危ねえ。体力3分の2持ってかれた。びっくりした。トンネルを抜けると、そこにはレックスがいたっていう。怖えー、怖えよ。体力3分の2も持ってかれたよ。プテラの、もう血まみれだよ、今。びっくりした。ブロントサウルスだと思った、あの尻尾。全然違った。めっちゃ凶暴なやつだった。危ねえ。勇士に一生得たって感じだね。とりあえず体力回復してもらわんとな。びっくりした。まさかレックスいるとは思わなかったね。一撃でこれほど体力を持っていかれるとはな。危なかったな。いや、遺跡に住んでるんだろうね、あいつ。びっくりした。この下を抜けていったんだね、さっき。今度上から行ってみようか。ね、こういうことだ。上から行ったらすぐにあるレックスだって分かったのにね。うわー、すごいな、ほんと。遺跡って感じ。こっちの方にも入り口があるんだ。この辺からも入っていけるよってことなんだね。で、ここからぐるっと。おー、人の手が入ってるね。いや、かつてどんな人たちがここに住んでいたんだろうかってね。思いを巡らせちゃうよね。ロマンが溢れている。こういうロマン溢れる建築物がすでにあるっていうのはね、すごいワクワクさせるよね。いるわ、あれ。え？あれ、ギガノトじゃないのこれ。違う？気のせい。やばい！やばい！危ない！いや、あれやっぱギガノトサウルスだよ、多分。あれ、マジか。初めて野生のギガノトサウルス遭遇した。危ねえ。また一撃食らっちゃったしね。あいつがティラノなのかどうかを確認するために寄っていったら。いや、危ねえ。ほら、あれがレックスだもん。あれレックスだよ。いや、恐ろしいな、ギガノトサウルス。寄っていっちゃダメだな。でも、テームしたいな、いずれは。そのうちね、あいつもね、テームしてやりますよ。この、恨みをね、腹さで置くべきかですよ、もう。しかし、道に迷ったな。道に迷っちゃったな。ギガノトサウルスが恐ろしすぎてね。なんだこれ。洞窟だ。待って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 。回復させてあげよう。この子を。これで無理やり体力回復できるから。もうね、お腹パンパンだろうけどね。無理やり肉をもう食わせまくるよ、もうこれで。食え食え、たらふく食え、もっと食え。いいね。まあまあ、大体回復したんじゃないか。ちょっと、ここを探っていこうか。なんで降りた？なんで降りた？なんで降りた？なんで降りた今。ギガノトが後ろにいるんだが。なんでなんで何が起きた？何が起きた？これダメ！これ死ぬパターン！これ死ぬパターン！いやはー！プテローも殺されてる。何この超展開。マジか。プテローすまんかった。まさか、前回テームして、早くもコンパートでお亡くなりになってしまうとは思わんかった。ごめん。ちょっと、やっぱね、冒険をするにはね、下準備とか下調べっていうのがね、すごい大事になってくるんだと思う。もうなんかね、嘆き悲しむ暇もなかったな。ほんと。超展開だった。ひたすら。ギガノトサウルス、後ろから追っかけてきてたのかな？仇は必ず取るぞ。プテロー、二代目プテローがマジでか。そんなわけで、こちら遺跡の手前のところに復活できるポイントをね、作っておきました。ここからさらにこの遺跡を攻略していく。そしてゆくゆくはギガノトサウルスに報復、もしくはテームを実行するという新しい目標を見据えてやっていきたいと思います。まあまあまあ、あのね、第3シーズンの目標はでっかい塔を建てるっていうものですけどね。それ忘れてないよ。一番最初にその目標を掲げた時とはね、ちょっとマップが切り替わっちゃったけど、基本的にこの第3シーズンは、おっきなタワーをね、作るっていう、かりん島みたいなのを建てるみたいな、そういうのを目標にしておりますので、かりん島とはちょっと違うかな。どっちかというとこう、バベルの塔みたいな。バベルの塔だと最終的に神々の怒りを買って崩されちゃうんだけどね。まあまあ、それはさておき、そんな感じでやっていこうかと思います。次回はだから、恐竜のテームをすることになるんじゃないかな。ちょっとね、人間一人の力だけではね、この遺跡攻略するのはちょっと無理だと思います。まあそんなわけで、新しい仲間を探しつつ、やっていけたらなと思います。ではでは、本日のところはこの辺にて失礼したいと思います。プテロ、敵は必ず取るぞ。ゲームが成功したとしても、それはもうね、敵を取れたっていうことにしておいてください。ダメかな。ちなみにだけど、装備の方も遺跡用にバージョンアップしております。こんな感じ。だってね、こういう感じ。